こんにちは、静岡ナビチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今日は藤枝市田中に来ております。現在朝9時を回ったところなんですが、藤枝の朝といったらやはり朝ラーメンですよね。そうです、今回は朝ラーメンのご紹介になります。どういったラーメンかと言いますと、魚介系になります。煮干しラーメンが有名なお店で、限定のラーメンもあるということです。今日はその限定ラーメンをご紹介したいと思っております。お店の駐車場は50メートルほど離れたところにありますよ。さあ、やっと見えてきましたよ。こちらなんですけれどもね、すでにお客さんがお店の外で待っていますよ。こうしてね、お店の裏まで並んでるんですよ。やはり人気店なので覚悟はしていましたが、逆にね楽しみなんです。はい、改めて今日ご紹介するお店はチッキンさんになります。こちら朝ラー営業している静岡県中部エリアを代表する人気ラーメン店になります。さあ、順番が来てお呼びがかかりましたので、お邪魔していきましょう。うわー、入って瞬間に香る煮干しの香りがたまりませんね。煮ボラーは絶対に来るべしです。店内はカウンター2席テーブル4席で少々狭い感じですが、回転は早そうですよ。では注文していきたいと思います。今日はもちろん 120% 煮干しラーメンの1日18杯限定特濃醤油を注文しました。さあ、来ましたよ。うわ、美味しそうです。こちら 120% 煮干しラーメン特濃醤油1000円になります。さあ、まず見ていきましょうよ。こちらスープを見てください。泡立ってますよね。あと色がすごく濃いんですよ。ちなみにですね、量は普通盛りです。朝ラーにはちょうどいい量ではないでしょうか。具材は味玉、メンマ、チャーシュー、生姜ですね。岩海苔と刻み玉ねぎがいいアクセントになっているんですよ。それでは麺も見ていきましょう。綺麗な麺なんですよね。細ストレート麺で、これがスープによく絡むんです。しかももちもち食感で食べ応え抜群なんですよ。さて、いよいよスープを見ていきましょうよ。こちら、この色だとドロドロしているかと思いきや、意外とサラサラしているんですよね。煮干しなのでえぐみがあると思ったら全くなくて、でもしっかりと魚を感じられるスープになっているんです。しかもですよ、コラーゲンで口の周りがペトペトになるくらいの濃厚さもあるんです。もう個人的にこのスープと麺だけで十分満足できました。この大きなチャーシューも見てください。トロトロ食感で口の中でとろけていきましたよ。いやー、この煮干しのスープが美味しすぎて残したくありませんね。はい、ごちそうさまでした。いやー、美味しかった。これは皆さん食べたくなるわけですよ。リピートも多いと思いますし、行列覚悟でお越しくださいね。外に出るとまだ並んでらっしゃいますね。はい、本日の動画以上になります。いかがだったでしょうか。今日ご紹介したお店はチッキンさんになります。いや、今回は限定ラーメンいただきましたが、他のラーメンも気になるところです。ぜひまた今度行ってみたいと思います。
今回の動画が良かったと思った方はグッドボタン、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。コメント欄にコメントいただければ嬉しいです。励みになります。コメントも必ず返しますので、ぜひよろしくお願いいたします。これからも静岡のことをどんどんご紹介していきますので、ぜひチャンネル登録をして待っていてくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。